ロードトゥーレッドはテーブルフォーツーとのコラボレーションチャリティーイベントとして2008年3月より2ヶ月に一度東京、福岡、大阪、名古屋各主要都市のライブハウスで行われている日本のロックフェスティバルである。このような趣旨のもとサンズ・オア・クラウドの村山拓也やシなどのミュージシャンや各地方イベントやライブハウス等の協力を得て2008年3月に 福岡県舞鶴にある、老舗ライブハウスドラムロゴスにて、ボリューム1が開催される。ロードツーレッドの正式記載はロードタードである。会場で販売する指定飲食物の売り上げより20円を寄付。超ょうの犬育成の会への募金。2010年ほか、社会情勢や天災に応じて地域に密着した。 形での社会貢献を目的とし各、開催地様々なチャリティーを行っている。ハリーハニー祉基金、宮崎県皇帝駅被害義援金東日本、大震災震災孤児支援として、足長育英会への寄付。メジャーインディーズを問わない、ポピュラー音楽全般ミュージシャンの中心とした各、開催地のシーンで活躍するパフォーマー、アート全般の表現者が主である。 2011年現在、日本における開催地は4カ所がある。会場は主に首都圏にあるライブハウスで行われるが、時として、野外や、ホールなどでも開催される。ありがとうございます。